1988年の西武ライオンズでは、1988年の西武ライオンズにおける動向をまとめる。この年の西武ライオンズは森正明監督の3年目のシーズンであり、4年連続11度目のリーグ優勝と3年連続8度目の日本シリーズ制覇を果たした。パリーグ3連覇、日本シリーズ2連覇ともはや負け知らずのチームはこの年、得点力強化のため、 中日の切り込み隊長平野家を、小野和幸とのトレードで獲得し、前年途中入団ながらも外国人枠の都合でに、軍生活だったタイラー・バンバークレオが、スタメン入りするなど打線を手こ入れ。しかし、1987年のオフに、大エースの東尾治が、マージャントバで、書類送検され、パリーグから1988年度の出場停止に、完月、 球団から2000万円以上の減報を受けたこともあり、優勝は無理だろうという声も聞かれた。東尾の不在時は、若きエース駆動君康をはじめ、渡辺久信、各大元、森山良二が埋めた。平野、バークリオといった、新戦力の投入でチームは、開幕から順調に勝ち進み、6月終了時点で2位、近鉄に8ゲーム差をつけるなど、順風だった。 しかし7月に入ると、近鉄が、ラルフ・ブライアントを加入させたこともあり、6勝10敗3分で、負け越し、ゲーム差が詰まった。それでも8月は11勝7敗と持ち直すも、9月に7勝9敗と、負け越し。終盤の10月は9勝4敗と勝ち越すも、近鉄がマークし、近鉄ロッテの10.19、ダブルヘッダーによっては、近鉄優勝が予想された。 ロッテ近鉄第一試合は近鉄が勝ったものの、第二試合は通行の引き分け、最終的に西部4連覇が決まった。日本シリーズは6年ぶりに中日との対決となったが、東を渡辺らの先発陣や山根和夫小田新やらのリリーフ陣が中日の打線を封じ込めて4勝1敗でものにした。シーズン終了後、マージャントクの影響で、 勝ち星の減った東尾が引退した。ありがとうございます。